想像しろ。今俺たちの計画は全て完了した。クラクサ・ナリデビの救出にも成功し、スメールを変えられた。ん？今何か通り過ぎたような。博士がスメールから離れたことは、私たちにとってもあいつにとってもいいことかもな。本当に不思議な感覚だわ。自分の体でカゴから出るとこんな気持ちになるのね。私のお家にいらっしゃい。でも今はこんな感覚に酔いしれている場合ではなかったわね。今から逃げても遅いかな。それ、邪魔しないで。呼びかけに応える星たちよ。幸いまだ少し時間が残っている。全てを片付ける余裕ができた。あらら、これで終わりだと思っちゃった？待って、違う、そんなの違うわ。それは世界樹によって隠された世界全体に関する真実の秘密。完全に神になったザイヨウ。知恵を司る神、通りで自らの民にさえ見捨てられるわけだ。君は居場所を失い、臨天100号。ここで旅人を犠牲にするのがお前たちの計画じゃないのか？ニーロ、本当にやるつもりか？あいつらのためにこんなリスクを犯すなど。正直に言うと、ちょっとだけ怖い気持ちがあるの。でも、クラクサ・ナリデビ様のために、私、やってみたい。アルハイゼンの計画は、俺が思っている以上に過激だ。野郎ども！うまい集団がどれほど手強いか思い知らせてやれ。アーサー、君はこのスネールをうなじ神に背いたものだろう。神を作る、我々は人類の知恵をもってして神を作っているんだ。今ここに魔人戦争の一角を再現し、僕の神としての誕生を証明しよう。